Thank you.
Thank you.
ほうほう、なるほど。学生にしてはよく調べてありますね。ほうほう、なるほど。ちびっこども、どう、楽しんでるかい？うん、すっごく楽しいよ。僕いっぱいお菓子食べちゃった。あんたはちょっと食い意地張りすぎだってば。テレサ先生と一緒に来たの？うん、そこで他の人と話をしてたけど。あ、来た来た。こんにちは。あ、テレサ先生。先生、こんにちは。今日は招待してくれて本当にありがとうね。子供たちと一緒に楽しませてもらってますよ。なあ、クローゼ姉ちゃん、姉ちゃんが出る劇っていつぐらいに始まるのさ？私たちすっごく楽しみにしてるんだから。そうね、まだちょっとかかるかな。ちなみに私だけじゃなくてエステルさんたちも出演するのよ。本当？わあ、すっごく楽しみ。ヨシアちゃん、どんな役で出るの？なんて言ったらいいのか。見てのお楽しみってね。それより院長先生、まだマノリアにいるの？はい、宿の方のご厚意で格安で泊めていただいています。ですが、ねえみんな、劇の衣装見たくない？綺麗なドレスとか騎士装束がいっぱいあるよ。綺麗なドレス？騎士装束？興味があるみたいだね。それじゃあ特別に劇の前に見せてあげるよ。舞台の控え室にいるから、後からゆっくり来てよ。それじゃあついてきて。ヨシアさんは本当に気が利く子ですね。ちょっと子供たちの前では言いづらいことだったので。それじゃあひょっとして？ええ、市長のお誘いを受ける決心がつきました。これ以上マノリアの方々に迷惑をかけられませんから。今日の学園祭が終わったらあの子たちにも打ち明けます。そうですか。寂しくなるけど仕方ありませんよね。そんな顔しないで。オートとは言っても飛行船を使えばすぐの距離です。それに私、オートに行ったら仕事を探そうと思っています。ミラを貯めていつかきっと孤児院を再建できるように。院長先生。さてと、あの子たちの後を追いますか。ヨシアさん一人に任せておくわけにはいきませんからね。何も着られないかな。あんたの背丈じゃ無理よ。私もこの白いドレス着てみたいんだけどね。おーおー、楽しんでるみたいね。あれ、ヨシアはどこ行ったの？ヨシお兄ちゃん、オイラたちをここに連れてきてからどこかに行っちゃったぜ。お姉ちゃんたちが来るまで待っててって言われました。どうしたんでしょうか。ポリー知ってるよ。ヨシアちゃんってば、銀色のお兄ちゃんを探しに行ったんだよ。銀色のお兄ちゃん？火事があった時にポリーたちを助けてくれたお兄ちゃんだよ。あ
頭が銀色で綺麗なの。え、その人学園の中で見かけたの？うん、ちらっとだけどね。ヨシアちゃんも目をまん丸にしてたよ。ホーリー、お前な、なんでその時にオイラたちに言わないんだよ。だってクレープ食べるのに忙しかったんだもん。エステンさん、うん、院長先生、私ちょっと失礼するね。ええ、そうした方が良さそうね。クローゼ、あなたも言ってあげなさい。私たちのことは気にしなくてもいいですから。すみません先生。お姉ちゃんたちもう行っちゃうの？うん、ごめんね。劇楽しみにしてて。そうそう、目いっぱい頑張っちゃうんだから。とにかくヨシアを探しましょう。その銀髪男が何者かは知らないけど、なんだか嫌な予感がする。ちょっと待ってください。ジーク、聞きたいことがあるの。ヨシアさんがどこに行ったかわかる？相変わらずすごいわね。あれ、あっちの方角って？ええ、本館の裏手にある旧校舎の方です。おかしいな。確かに気配があったはずなのに。でもまさか。ヨシア！エステル、クローゼ。もうあんまり心配かけないでよね。銀髪男を追いかけたって言うからびっくりしちゃったじゃない。あれ、なんで知ってるんだい？ポーリーちゃんが教えてくれたんです。あの子も見ていたらしくて。そうか、鋭い子だな。それらしい後ろ姿を見かけてここまで追ってきたんだけど、どうやら巻かれたみたいだ。ああ、ヨシアを巻くなんて、そいつただ者じゃないわね。一体何者なんだろう。わからない。ただ孤児院放火の犯人じゃなさそうな気がする。あくまで僕の勘だけどね。そっか。それにしてもどうして一人で行動するかな。本当にそうですよ。私たちに伝言するなりしてくれればいいのに。ごめん、心配かけたみたいだね。別に心配してないってば。あくまでチームワークの大切さを指摘しているだけであって。嘘ばっかり。さっきはあんなに慌てていたじゃないですか。そんなことないってば。そういうクローゼだって真剣な顔してたくせにさ。それは。二人ともありがとう。連絡します。劇の出演者とスタッフは行動で準備を始めてください。繰り返します。劇の出演者とスタッフは行動で準備を始めてください。そっか、もうそんな時間なんだ。はい、
衣装の準備をしたらすぐに開演になると思います。よし、それじゃあいよいよ出陣ってわけね。あ、銀髪男の方はどうしよう。そうだね、カルナさんに伝えて注意してもらうしかなさそうだ。さん、あれだけ練習したんですから。それに劇が始まったら他のことは気にならなくなるさ。君って一つのことにしか集中できないタイプだからね。まあ言ってくれるじゃない。でもまあその格好じゃ何言われても腹は立たないけど。はいはい、チワ喧嘩はそのくらいで。今年の学園祭は大盛況よ。公爵だの市長だのお偉いさんがいるみたいだけど、私たちが臆することはないわ。練習通りにやればいいだけのこと。俺たち自身の手でここまで盛り上げた学園祭だ。最後まで根性入れて花を咲かせてやるとしようぜ。しました。ただいまより生徒会が主催する詩劇白き花のマドリガルを上演します。皆様最後までごゆっくりお楽しみください。時は七葉暦1100年代。100年前のリベールでは未だ貴族制が残っていました。一方商人たちを中心とした平民勢力の台頭も著しく、貴族勢力と平民勢力の対立は日増しに激化していったのです。王家と教会による仲裁も功を奏しませんでした。そんな時代、時の国王が病で崩御されて1年が過ぎたくらいの頃、早春の晩、グランセル城の屋上にある空中庭園からこの物語は始まります。街の光は人々の輝き、あの一つ一つにそれぞれの幸せがあるのですね。ああ、それなのに私は。姫様、こんなところにいらっしゃいましたか。そろそろお休みくださいませ。あまり夜更かしをされてはお体に障りますわ。いいのです、私など病にかかれば。そうすればこのリベールの火種とならずに済むのですから。まあどうかそんなことをおっしゃらないでくださいまし。姫様はリベールの至宝、良き旦那様と結ばれて王国を滑る方なのですから。私結婚などしません。亡きお父様の遺言とはいえ、こればかりはどうしても。どうしてでございますか。あのように立派な求婚者が二人もいらっしゃるのに。一人は公爵家の嫡男にしてこの絵騎士団団長のユリウス様、もう一人は平民出身ながら帝国との紛争で功績を挙げられた猛将オスカー様。はあ、どちらも素敵ですわ。彼らが素晴らしい人物であるのは私が一番よく知っています。ああ、オスカー、ユリウス、私はどちらを選べばいいのでしょう。まあ、あのお姫様はヨシュアさんではありませんか。
男女の配役が逆とは、ジルもなかなか考えましたわね。はい、お嬢様。ただ、ヨシア様はともかく、他のメイドの方は、ちょっと。覚えているか、オスカ。幼き日、棒切れを手にして、この路地裏を駆け回った日々のことを。ユリウス、忘れることができようか。君と、セシリア様と、無邪気に過ごしたあの日々、かけがえのない自分の宝だ。あの時は驚いたものだ。お忍びで遊びに来ていたのが私だけではなかったとはな。舞い散る桜のごとき可憐さと清水のごとき潔さを備えた少女セシリア様はまさに自分たちにとっての太陽だった。だがその輝きは日増しに陰りを帯びている。貴族勢力と平民勢力両者の対立はもはや避けられぬところまで来ている。姫の嘆きも無理はない。そして、ああ、なんということだろう。その嘆きを深くしているのが他ならぬ我々の存在だとは。お姉ちゃんたち素敵。悔しいけど男よりもかっこいいかも。静かに見ましょうね。ユリウスよ、分かっておろうな。これ以上平民どもの増長を許すわけにはいかんのだ。ましてや我らが主と仰ぐ者が平民出身となった日には、伝統あるリベールの権威は地に落ちるであろう。お言葉ですが父上、東に共和国が建国されてから10年ほどの年月が流れました。もはや平民勢力の台頭も時代の流れなのではないかと。おぞましいことを言うな。何が自由か、何が平等か。好機も下船もひとまとめにして伝統を捨てるその浅ましさ、帝国の軍門に下った方がはるかにマシというものよ。父上。公爵の言うことももっともだ。平民どもをつけ上がらせたら伝統は失われるばかりだからな。かっか、もう少し声を抑えめに。オスカー君、君には期待しているよ。王家さえ味方につけられれば貴族派を抑えることができる。そうすれば我々平民派が名実ともに主導権を握れるのだ。しかし議長、自分は納得できません。このような政治の駆け引きにセシリア様を利用するなど。なんとも無力なことだな。いくら名目上の地位とはいえ王となるチャンスだというのに。君が拒否するというのであれば、流血の革命が起きるというだけ。貴族はもちろん、王族の方々にも歴史の闇に消えていただくだけのことだ。議長。大したものだ。時代交渉もしっかりしている。最初男女の役が逆と聞いていかがなものかと思いましたがな。生徒たち全員の努力の賜物でしょうな。それと協力をしてくれた若き遊撃士たちの。流血の革命だけは起こさせるわけにはいかない。ユリウスもセシリア様も死なせるわけにはいかない。自分は一体どうしたらいいんだ。ダメだ、気持ち悪い。おっと、大丈夫か。あまり飲みすぎるものではないな。いくら春とはいえこんなところで寝たら風邪をひくぞ。親切な騎士様、どうもありがとうございますだ。
騎士様はやめてくれ。自分は大した人物でない。何をすべきかも分からずに道に迷うだけの未熟者だ。まったくその通りだな。何？利き腕が。こいつにはしびれ薬が塗ってある。おとなしく観念してもらおうか。貴様、何者かに雇われた刺客か。あんたが目障りというさる高貴な方のご命令でな。前払いも気前が良かったし、てめえには死んでもらうぜ。なるほど、なかなか見せてくれるじゃねえの。となるとこの次の展開は。いかんいかん、危うく仕事を忘れるとこだったぜ。久しぶりですね、姫。ユリウス、本当に久しぶりです。今日はオスカーと一緒ではないのですね。お父様がご存命だった頃、宮廷であなたたちが談笑する様は侍女たちの憧れの的でしたのに。姫もご存知のように王国は存亡の危機を迎えています。私と彼が親しくすることはもはや叶わぬものかと。今日は姫にあることをお願いしたく参上しました。お願いですか？私とオスカー、近衛騎士団長と若き猛将との決闘を許していただきたいのです。そして勝者には姫の夫たる幸運をお与えください。なかなかドラマチックですこと。貴族勢力と平民勢力の争いに巻き込まれるようにして親友同士だった二人の騎士はついに決闘することになりました。彼らの決意を悟った姫はもはや何も言えませんでした。そして決闘の日、王都のグランアリーナに二人の騎士の姿がありました。貴族、平民、中立勢力など大勢の人々が見届ける中、セシリア姫の姿だけがそこには見られませんでした。我が友よ、こうなれば是非もない。我々はいつか雌雄を決する運命にあったのだ。抜け！互いの背負う者のために、何よりも愛しき姫のために。運命とは自らの手で切り開くもの。背負うべき立場も姫の微笑みも今は遠い。臆したかオスカー。だがこの身を駆け抜ける苦しいまでの熱情は何だ。自分もまた本気になった君と戦いたくて仕方ないらしい。革命という名の高き嵐が全てを飲み込むその前に、剣を持って運命を決するべし。おお、我ら二人の魂、エイドスもご賞覧あれ。いざ尋常に勝負。おう、やるなユリウス。それはこちらのセリフだ。だがどうやら未だ迷いがあるようだな。どうしたオスカー、お前の剣はそんなものか。帝国を退けた武勲はその程度のものだったのか。さすがだユリウス、なんと華麗な剣さばきなことか。オスカー、お前腕に怪我をしているのか。問題ない、かすり傷だ。未だ我々の剣は互いを傷つけていないはず。
さか決闘の前に。卑怯だぞラドー公爵、貴公の計り事か。言いがかりはやめてもらおうか。私の差し金という証拠があるのか。父上、なんということを。いいのだユリウス、これも自分の未熟さが招いたこと。それにこの程度の怪我、戦場では当たり前のものだろう。次の一撃で全てを消しよう。自分は君を殺すつもりで行く。オスカー、お前。わかった。私も次の一撃に全てをかける。さらなる生徒、姫の笑顔、そして王国の未来さえも。生き残った者が全ての責任を背負うのだ。そして敗れた者は魂となって見守っていく。それもまた騎士の誇りだろう。違いない。はあ、ダメ。セシリア。姫！セシリア、どうして。君は欠席していたはずでは。よかった。オスカー、ユリウス、あなたたちの決闘なんて見たくありませんでしたが、どうしても心配で、戦うのをやめてほしくて。ああ、間に合ってよかった。セシリア。姫。みんなも聞いてください。私に免じて、どうか争いはやめてください。みんな、リベールの地を愛する大切な仲間ではありませんか。ただ少しばかり愛し方が違っただけのこと。手を取り合えば必ず分かり合えるはずです。お、王女殿下。もうそれ以上はおっしゃいますな。はあ、目が霞んで。ねえ、二人とも、そこに、いますか？はい。君のそばにいる。不思議。あの風景が浮かんできます。幼い頃、お城を抜け出して、遊びに行った。ロジフラド、オスカーも、ユリウスも、あんなに楽しそうに笑って、私は、二人の笑顔が、大好き。だから、どうか、いつも、笑って、姫、嘘でしょ。姫、頼むから嘘だと言ってくれ。セシリア、自分は。姫様、おかわいそうに。どうしてこんなことに。殿下は命を捨ててまで我々の争いをお止めになった。その気高さと比べたら、貴族の誇りなどいかほどのものか。そもそも我々が争わなければこんなことにならなかったのに。人はいつも手遅れになってから己の過ちに気がつくもの。これも魂を肉体に縛られた人の子としての宿命か。エイドスよ、大いなる空の女神よ、お恨み申し上げますぞ。まだ分かっていないようですね。確かに私はあなたたちに器としての肉体を与えました。しかし人の子の魂はもっと気高く自由であれるはず。それを貶めているのは他ならぬあなたたち自身です。
まぶしい。なんて綺麗な声。おお、なんたること。方々、恐れ多くもエイドスが降臨なさいましたぞ。これが女神。なんという神々しさだ。若き騎士たちよ、あなたたちの勝負、私も見せてもらいました。なかなかの勇壮さでしたが、肝心なものが欠けていましたね。おっしゃる通りです。すべては自分たちの未熟さが招いたこと。議長よ、あなたは身分を憎むあまり、貴族や王族が同じ人であることを忘れてはいませんでしたか。面目次第もありません。そして公爵よ、あなたの罪はあなた自身が一番よく分かっているはずですね。そして今回の事態を傍観するだけだった者たち、あなたたちもまた大切なものが欠けていたはず。胸に手を当てて考えてごらんなさい。それぞれの心に思い当たるところがあったようですね。ならばリベールにはまだ未来が残されているでしょう。今日という日のことを決して忘れることがないように。はあ、消えてしまわれた。あら、ここ？姫！セシリア！まあ、ユリウス、オスカー！まさか、あなたたちまで天国に来てしまったのですか？これは、孫を肩なき奇跡ですぞ！姫様！本当に良かった。どうしたのです、二人とも。あら、公爵、議長までも。私、死んだはずでは。おお、エイドスよ、よくぞリベールの至宝を我らにお返しくださった。大いなる慈悲に感謝しますぞ。オスカー、ユリウス、あの、どうなっているのでしょう。セシリア様、もう心配することはありません。長きにわたる対立は終わり、すべてが良い方向に流れるでしょう。甘い直すか。我々の勝負の決着はまだついていないはずだろ。ユリウス、そんな、まだ戦うというのですか。いえ、今回の勝負はここまでです。何せそこにいる大バカ者が利き腕を怪我しておりますゆえ。しかし決闘騒ぎまで起こして勝者がいないのも格好がつかない。ならばハンデを乗り越えて互角の勝負をした者に勝利を。待てユリウス。勘違いするなオスカー。姫を諦めたわけではないぞ。お前の傷が癒えたら今度は勃剣で決着をつけようではないか。幼き日のように心ゆくまでな。そうか、わかった、受けてたと。もう二人とも、私の意思は無視ですか。そういうわけではありませんが。ですが姫、今日のところは勝者へのキスを。皆がそれを期待しております。わかりました。キャーキャー、お二人ともお似合いです。空の女神も昇羅あれ。今日という良き日がいつまでも続きますように。リベールに永遠の平和を。リベールに永遠の栄光を。
やはり最後は大団円か。だが、それでいい。私が言うのもなんだけど、最高の舞台だったわよ。最初男女が逆ということで笑われてしまったけれど、みんな劇が進むにつれて真剣に見てくれて本当によかった。うん、そうだね。あんな格好した甲斐があったよ。もう二度としたくないけど。そんなこと言うなよ。写真部の連中が劇のシーンを何枚か撮っていたけど、お前さんの写真がどれだけ売れるか楽しみだぜ。はあ、勘弁してよ。エステルたちの写真もすっごく売れると思うわよ。男子はもちろんのこと、下級生の女子あたりにもね、お姉様なんて呼ばれちゃったりして。おう、ジルったら。あれ、どうしたの、エステル。何の話？いや、大した話じゃないけど、劇が終わってからぼーっとしてるみたいだけど、大丈夫かい？まあ、ハードな決闘だったから疲れちまったのも無理はないさ。調子悪いんだったら医務室に案内するわよ。大丈夫だってば。これでも遊撃士なんだから、このくらいの疲れ日常茶飯事よ。ただ気が抜けたっていうか、頭が混乱してるっていうか。あ、エステルさん、もしかして。違うんだからね。全然そういうんじゃなくて。ああ、もうとにかく全然問題なし。失礼してもいいかしら。やっぱ男はあーでなくちゃ。ありがとう。エステルさんもすっごく良かったですよ。あー、ユリウス様。ちょっとマリー。ヨシアちゃん、とっても可愛かったよ。うん、僕もうっとりしちゃった。あ、ありがとう。みんなで楽しませてもらいましたよ。恋と友情の間で悩みながら時代の本流に立ち向かっていくそれぞれの主人公たち、手に汗を握る決闘の果てに待ち受けている悲しい決着、そして心温まる大団円。本当に素晴らしい劇でした。いやー、そう言っていただけると頑張った甲斐がありますよ。そうだ、ハンス。ああ、そうだったな。何？どうしたの？ちょっと用を思い出したの。すぐに戻ってくるから、そのままおもてなししてて。うん。今の人たちはジルさんにハンスさんと言ったかしら。クローゼのお友達で、確か生徒会の人だったわね。はい、今回の劇では監督と演出を担当しました。そう、感謝しなくてはね。本当にルーアン地方でのいい思い出になりました。先生、この子たちにはまだ。ええ、マノリアに帰ってから話します。そして早ければ明日にでも立とうかと。そんなに急に？何？何の話だよ。失礼でしょ、クラム。大人の話に割り込んだりして。いいのよ、マリー。でもとりあえずは宿屋に帰るとしましょうか。
夕食を食べて。話はそれからでいいですね。うん。それではクローゼ。エステルさんもヨシアさんも私たちそろそろ失礼しますね。今日は本当にありがとう。素晴らしいものを見せていただいて。ちょっと待って、ジルたちが戻ってくるから。失礼するよ。まあ、コリンズ学園長、久しぶりだのう。テレサ院長、せっかく来ていただいたのに挨拶が遅れて申し訳なかった。とんでもありません。本当に素晴らしいお祭りに招いていただいて感謝しますわ。生徒たちも頑張った甲斐があるというものだ。事情はクローゼ君から聞いた。本当に大変なことになったものだ。そこでわしらも微力ながら力になれればと思ってな。え？ジル君。はい。どうぞお受け取りください。これは来場者から集まった寄付金でちょうど100万ミラあります。孤児院再建に役立ててください。100万ミラ、すごい大金ですね。どうしてこんな。今回は公爵やボース市長など多くの名士が来場したからの。例年よりも多く集まったのだよ。学園長、そんないけません。こんなものは受け取れません。遠慮する必要はありませんよ。毎年学園祭で集まった寄付金は福祉活動に使われているんですから。孤児院再建に使われるのなら寄付した方々も納得しますって。でもそんな、ここまでしていただくわけには。先生、どうか受け取ってください。クローズですが。先生が戸惑う気持ちもわかります。でもどうか考えてみてほしいんです。それだけのミラがあったら孤児院を再建するのはもちろん王都に行く必要もありません。あのハーブ畑だって放っておかなくてもいいんです。クローゼ君の言う通りだ。亡きジョセフ君と何よりも子供たちのために、あなたはこだわりを捨ててそのミラを受け取るべきだろう。もう、なんとお礼を言っていいのか。ありがとう、本当にありがとうございます。よかった。うん、これで一件落着だね。なあ、オートに行くってなんだよ。何がどうなっちゃってるわけ。いいのです、もう心配しなくても。あなたたちには本当に苦労をかけましたね。別に苦労なんてしたつもりはないけど。それよりも先生、どうして泣いてるのさ。バカね、クラムったら。そんなの嬉しいからに決まっているじゃない。せっかくだからもう一泊していけばいいのに。これから学園祭の打ち上げだってあるのよ。残念だけど遠慮しとくわ。新米のくせにあまりギルドを留守にするのもなんだしね。今日中に報告したいから、悪いけどこれで失礼するよ。そうか。はあ、今夜からまた俺だけになっちまうのか。
一人寝っていうのは寂しいぜ。ハンス、悪ふざけが過ぎるよ。エステルも信じないように。あ、冗談ね。ほんと、あんたたちってば一緒にいて退屈しなかったわ。また何かあったら遠慮なく遊びに来なさいよね。もちろん泊まりがけでな。うん、ありがとう。ぜひ寄らせてもらうよ。それでは行きましょうか。早くしないと日が暮れてしまいますから。あんたはこれからマノリア村に行くのよね。うん、先生たちと話したいことがいっぱいあるし、外泊許可をもらってきちゃった。せっかくの打ち上げに揃って主役がいなくなるのはちょっと残念だけど、ま、仕方ないわね。ゆっくり過ごしてきなさいな。そういや、院長先生たち、あんな大金を持ち歩いてちょっと危なくなかったか？あ、それは心配しないで。警備に来てた遊撃士のカルナさんが護衛を引き受けてくれたから。わざわざ学園長さんが頼んでくれたみたいだね。さすが学園長、やることにそつがないぜ。よし、それじゃ。元気でね、エステル、ヨシオ。頑張って修行して聖遊撃士を目指しなさいよ。うん、任せて。君たちも勉強頑張ってね。数日間だけだったけど、すっごく楽しかったわね。もちろん授業を除いてだけど。何虫のいいこと言ってるんだか。本来は授業が主で学園祭の方が特別なんだから。そうなのよね。はあ、学生っていうのも意外と楽じゃないわ。あら、どうしたの？いえ、ジークがいる気配が近くに感じられなくて、どこに行っちゃったのかしら。ご飯でも取りに行ってるんじゃないの？はい、そうかもしれません。すみません、変なことを言って。では街道に出るまでご一緒させてください。うん、のんびり行きましょう。
さてと、ここでお別れだね。はい、この数日間本当にありがとうございました。いいって、私たちも楽しかったし。それじゃ先生とあの子たちによろしくね。はい、必ず伝えます。おう、あんたたちは。あれ、あなたは確かマノリアに住んでいる。そういうあんたたちは確か遊撃士だったな。大変なことになったんだ。大変なこと？ちょっと待ってくれ。息が切れて。テレサ先生と子供たちがマノリアの近くで何者かに襲われた。倒れている場合じゃないよ。すみません、お願いします、詳しいことを教えてください。ああ、学園祭から帰ってくる途中で変な連中に襲われたみたいでな。子供たちに怪我はなかったが、テレサ先生と遊撃士の姉ちゃんが気絶させられたみたいで。え、カルナさんも？相当の手だれみたいだね。ギルドに連絡するはずが宿の通信機が壊れたみたいでな。仕方なく俺が大急ぎで走ってきたんだ。そうですか、協力感謝します。ただできればこのままルーアンに行ってくれませんか。僕たちはマノリアに急ぎますから。ああ、分かった。さあ僕たちも急ごう。
せい。戦闘終了。先に進もう。こっちは感動への出口だね。まずはテレサ先生たちを探そう。きっとマノリアにいるはずだよ。みんな、怖かっ
よかった、あんたたちは無事みたいね。すみません、先生たちの容体は。安心しなさい、二人とも大した怪我じゃないわ。ただ目を覚まさないからちょっと心配なんだけど。ちょっと失礼します。間違いない、睡眠薬を嗅がされたみたいだ。睡眠薬？うん、かすかに刺激臭がする。副作用がないタイプだから安心してもいいと思うけど。ね、クラム、何があったのか教えてくれる？私が説明します。私たち遊撃士のお姉さんと一緒に街道を歩いてたんですけど、いきなり覆面をかぶった変な人たちが現れて、遊撃士のお姉さんが追い払おうとしたけど、覆面の人たちにすぐに囲まれちゃって、先生も私たちを守ってあいつらに向かって行って、それでよしよし、怖かったね。あいつら先生からあの封筒を奪ったんだ。オイラ取り戻そうとしたんだけど思いっきり突き飛ばされて。ヨシュア兄ちゃん、オイラ守れなかったよ。そんなことないさ、君たちが無事でいるだけで先生はきっと嬉しいはずだから。だから自分を責めちゃダメだ。でもオイラ、オイラ許せない。どこのドイツの仕業よ。はっきりしているのは、犯人たちは相当の手だれということです。遊撃士の方がなすすべもなく気絶させられたわけですから。クローゼン、そしてもう一つ、計画的な犯行だと思います。狙いはもちろん先生の持っていた寄付金。孤児院を放火したのもおそらくその人たちでしょう。うん、その可能性が高そうだ。クローゼ、やっと落ち着いたみたいね。はい、落ち込んでも仕方ありませんから。今はとにかく一刻も早く犯人の行方を突き止めないと。そいつは同感だな。ああ、アガットさん、話はギルドで聞いたぜ。ずいぶんと厄介なことになってるみてえじゃねえか。人事みたいに言わないでよ。カルナさんだってやられちゃったんだから。わかってる、キャンキャン騒ぐな。確かにカルナは一流だ。相当ヤバい連中らしいな。大雑把でいいから一通りの事情を話してもらおうか。はい。なるほどな、妙なことになってきやがったぜ。妙って何がよ。ああ、実はな、レイブンの連中が港の倉庫から行方をくらました。それってやっぱりあいつらが院長先生を襲ったんじゃ。いや、それはどうかな。彼ら程度にカルナさんが遅れを取るとも思えない。そっか、確かにあの連中口先だけでろくに鍛えてなかったもんね。しばらく睨みを聞かせておとなしくなったと思ったが、今日になっていきなり姿をくらましやがって。そこに今度の事件と来たもんだ。犯人かどうかはともかく何か関係はありそうですね。ああ、だが今はそれを詮索してる場合じゃない。新米ども、とっとと行くぞ。何よいきなり、一体どこに行くの。わかんねえやつだな。犯行現場の街道に決まってるだろう。あのバカどもがやったかどうかはともかく、
できるだけ手がかりをつかんで犯人どもの行方を突き止めるんだ。あ、なるほど。わかりました。お供します。あ、もうこんな時間？ち、まずいな。これだけ暗いとどこまで調べられるか。なんだ今の鳴き声は。ジーク、どこに行ってたの？なんだこいつは。クローゼのお友達で白ハヤブサのジークよ。はあ、お友達ね。そう、わかったわ。ありがとうね、ジーク。まったく、のんきなもんだぜ。で、お嬢ちゃん、そのお友達は何だって？先生たちを襲った犯人の行方を教えてくれるそうです。襲われた時にちょうど見ていたらしくて。面白いジョークだぜ。やった、さすがジーク。うん、お手柄だね。ちょっと待て。お前らそんなヨタ話を信じてるんじゃねえだろうな。僕たちは何度かこの目で確かめていますし。信じないんだったらついてこなけりゃいいのよ。クローゼ、ジーク、行きましょう。はい。これガキども、待ちやがれ。確かに誘導してるみたいだが。おい、ジョーちゃん、冗談だったら勘弁してくれよ。冗談なんて言いません。先生とあの子たちは私の家族も同然ですから。ち、仕方ねえな。騙されたと思ってここは乗せられてやるとするか。まったく、もう素直じゃないんだから。とにかく急いでジークの後を追いかけよう。あっちは確か、あの建物ってバレンヌ灯台。ルーアン氏が管理する施設だな。確か灯台森のおっさんが一人で暮らしていたはずだが。でも間違いありません。先生たちを襲った人たちはあの建物の中にいると思います。となると犯人に灯台内を占領されている可能性が高そうだね。見たところ入り口はあそこだけみたい。とにかく入ってみるしかないか。はい。ちょっと待ちな。ジョーちゃん、あんたはこの目で確かめたいんです。何？誰がどうして先生たちをあんなひどい目に遭わせたのか。だからどうかお願いします。そうは言ってもな。もうケチなこと言うんじゃないわよ。この場所が分かったのはクローゼたちの手柄なんだから。彼女の腕は保証しますよ。少なくとも足手まといになる心配はないと思います。エステルさん、ヨシアさん。ち、勝手にしろ。だがな、相手はカルナを戦闘不能に追いやった連中だ。くれぐれも注意しとけよ。はい、肝に銘じます。それじゃ決まりね。うん、
早速中に入ろう。言ってるのか知らねえが、きついのをくれて目を覚まさせてやるぜ。知られない、倉庫で戦った時とは桁違いの強さじゃない。様子も変でしたし、どういうことなんでしょうか。どうやら何者かに操られていたみたいだな。あ、操られていたって。間違いない。薬品と暗示を併用した特殊な催眠誘導みたいだ。肉体的なポテンシャルも限界まで引き出されている。そんなことできるの。もちろん相当な技術が必要になるのは間違いねえ。こいつはひょっとしたら心当たりが終わりなんですか。ああちょいとな。とにかく上の階を目指そう。こいつらを操っている。うん、わかった。また出たわね。手加減している余裕はなさそうだね。
お願い。戦闘終了。先に進もう。ごめんなさい。操られているだけの方々に剣を向けたくありませんが。なあ、遠慮することはね。死なない程度に蹴散らそう。Yeah!
相手が悪かったな。君たちよくやってくれた。これで連中に罪をかぶせれば全ては万事解決というわけだね。我らの仕事ぶり満足していただけたかな。なあ、素晴らしい手際だ。念のため確認しておくが、証拠が残ることはないだろうね。安心するがいい。たとえ正気を取り戻しても我々のことは一切覚えていない。そこに寝ている東大森も朝まで目を覚まさないはずだ。それを聞いて安心したよ。これであの院長も孤児院再建を諦めるはず。放火を含めた一連の事件もあのクズどもの仕業にできる。まさに一石二鳥というものさ。喜んでもらえて何よりだ。しかし、あんな孤児院を潰して何の得があるのやら。理解に苦しむところではあるな。まあいい。君たちには特別に教えてやろう。市長はあの土地一帯を高級別荘地にするつもりなのさ。ほう。風光明媚な街道沿いで、ルーアン市からも遠くない。別荘地としてはこれ以上はない立地条件だ。そこに豪勢な屋敷を建てて国内外の富豪に売りつける。それが市長の計画というわけさ。ほう、なかなか豪勢な話だ。しかしどうして孤児院を潰す必要があるのだ。考えても見たまえ。豪華さが売りの別荘地の中にあんな薄汚れた建物があってみろ。おまけにガキどもの騒ぐ声が近くから聞こえてきた日には。なるほどな。別荘地としての価値半減か。しかし危ない橋を渡るくらいなら買い上げた方がいいのではないか。あの頑固な女が夫の残した土地を売るものか。だが連中が不在の隙に焼け落ちた建物を撤去して別荘を建ててしまえばこちらのものさ。再建費用もないとすれば泣き寝入りするしかないだろうよ。それが理由ですか。君たちは。そんなつまらないことのために先生たちを傷つけて、思い出の場所を灰にして、あの子たちの笑顔を奪って。どうしてここが分かった。それよりあのクズどもは何をしてたんだ。残念でした。みんなおねんねしてる最中よ。しかしまさか市長が一連の事件の黒幕だったとはね。しかもどこかで見たような連中も絡んでいるみたいだし。ほう、娘、我々を知っているのか。そこの赤毛の遊撃士とは少しばかり面識はあるが。何が面識だ。ちょろちょろ逃げ回った挙句魔獣までけしかけてきやがって。だがこれでようやくてめえらの尻尾をつかめるぜ。君たち、そいつらは全員皆殺しにしろ。顔見られたからには
生かしておくわけにはいかない。先輩、本当に残念です。まあ、クライアントの要望とあらば仕方あるまい。相手をしてもらおうか。望むところだっての。たとえ雇われてやったのでも、あなた方の罪は消えません。銃剣の威力、たっぷりと味わいながら。バカな。市長、市長ギルバート、および
そこの黒坊主ども、遊撃士協会規約に基づきてめえらを逮捕拘束する。諦めて投降しやがれ。なかなかやるな。真っ向からの勝負ではやはり遊撃士は手強い。ああ、隊長の忠告通り油断すべきではなかったか。隊長？ひょっとして空賊と交渉していた赤い仮面をかぶった人ですか？そのことも知っていると。さすがギルドの犬ども、なかなか鼻が利くようだな。負けたくせに何余裕かましてんのよ。いいから武器を置いてとっとと降伏しなさいよね。ふん、それはできんな。何のつもりよ。動くな。それ以上近寄ればこいつの頭が吹き飛ぶぞ。君たち、雇い主に向かってどういうつもりだ。勘違いするな若造。我々の雇い主は市長であって貴様ではない。市長にしたところで同じこと。利害が一致していたから協力していたに過ぎん。お前がここで死のうが我々は痛くも痒くもない。撃つな、撃たないでくれ。ほら、いい加減にしろ。そんな下手な芝居打って逃げられると思って。足が、僕の足が。先輩。どうやら本気みたいですね。これでも納得しないならこちらの灯台守の頭を撃ち抜いてもいいのだが。やめなさいよ、その人は関係ないでしょ。ならばしばらくの間離れていてもらおうか。そうだな、階段の近くまで下がれ。仕方ねえな。いいだろう。それではさらばだ。待ちなさいっての。逃がすか、おら。脱出用のワイヤーロープ。なんて用意周到な奴らなの。秘書野郎とバカどもの面倒は任せたぞ。俺はこのまま連中を追う。お前らは今回の事件をジャンに報告して指示を仰げ。よし、私も。待った、エステル。アガットさんが言って秘書やレイブンの人たちを放っておくわけにはいかないよ。そうですね、自業自得とはいえ足に怪我をしていますし。そっか、悔しいけどあの連中はアガットに任せるしかなさそうね。さてと、連中は私が見張っている。あんたたちはルーアンに行ってジャンに報告してきておくれ。それは構わないけど、カルナさん、もう大丈夫なの？なーに、隙をつかれて眠り薬を嗅がされただけだからね。とっさのことだったからどんな連中だか覚えてないんだが。まったく、面目ないったらないよ。無理もないですよ。僕たちも4人がかりでなんとか撃退できた相手でしたし。あの子たちが無事だったのもカルナさんのおかげです。本当にありがとうございました。ま、それだけが幸いだったね。しかしアガトは一人で連中を追っていったのか。あいつの腕前は知っているけど
さすがにちょっと心配だね。うん、返り討ちにあったりしたら。今はアガットさんを信じよう。どうやらずっとあの連中を追いかけていたみたいだからね。手口も知ってるみたいだから、そう簡単に遅れは取らないと思う。うん、そうだよね。私たちは私たちのできることをするしかないか。そうだね、その通りだ。取り戻した寄付金は事件のけりがつくまで私が預かっておく。今度こそ守りきってみせるから、安心して出発しておくれ。はい、よろしくお願いします。それじゃレッツゴー。連中は私が見張って、あんたたちはルーアンに行って。